スタート。もう早い早い。よーい、スタート。みんな頑張れ、みんな頑張れ。坂道をとことこ歩くマインクラフトクリーパーをペーパークラフトで作ろう。それじゃあ作っていこう。プリント用のデータをちょっと厚い紙にプリントしてカットする。クリーパーは直線だけなので定規を当ててカッターで切っていこう。プリント用のデータは説明欄のリンク URL からダウンロードできます。怪我をしないように気をつけて。これで全部のパーツのカットが終わり。次にカットしたパーツに折り目をつけていく。インクのなくなったボールペンで折り目の部分を強めになぞる。角がちゃんと折れてると出来上がった時が綺麗になるので、めんどくさいけどやっておく。インクの切れたボールペン、こういう時のために捨てないでおいたんだけど、ない場合は爪楊枝とかで OK。 この部分、この丸い部分の裏側にパーツを接着するんだけど、裏からだとわからないので円の真ん中をギューッと押して穴を開けておいて、裏側からでもわかるようにしておく。この後パーツを接着していくので、ボールペンでつけた折り目を全部先に折っておく。パーツを接着していこう。接着剤は普通の木工用接着剤。まず最初に足の軸を支える軸受けを準備。小さな紙を丸めて癖をつけて接着する。癖をつけるときに細いものに巻くと癖がつきやすい。接着剤を少し出して爪楊枝を使って接着剤を塗っていく。さっき穴を開けて裏側からでも分かるようにした場所に軸受けを接着する。穴の周りに接着剤をはみ出すくらいに塗って、軸受けパーツを穴が真ん中になるように置いて接着。他の部分は箱を組み立てていく感じでどんどん接着していこう。このチャンネルは俺陽太郎が工作やゲームなどいろいろなことにチャレンジしていきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもいろいろな工作をしたいと思っています。リクエストがあったらコメント欄からよろしく。前足を本体に接着。本体の下の斜めの部分が長い方に接着する。先串を本体の横幅より少し短いくらいでカットする。爪楊枝でも OK。 後ろ足の上の方に接着する。これが動く方の足の軸になる。これでもう接着作業も終わり。接着剤が固まったら組み立てよう。体の中に動く方の足の長い部分を入れて軸受けの中に軸を入れる。本体を軽く押しつぶすようにすると横幅が広がって入れやすいよ。そして頭を差し込む。組み立てはこれで終わり。後ろ足がブラブラしてれば OK。 ダンボールで坂道を作った。ここをとことこ歩かせる。この表面がツルツルで滑っちゃうので、工作マットとか滑りにくいものを敷いておくといい。前足が前に出て前に傾くと後ろ足が前に来て、後ろに傾くとまた前足が前に出る。これを繰り返して進んでいく。自然に前足が前に出るように頭の後ろに重りを入れる。この首の隙間から10円玉を何枚か入れてちょうどいいバランスになるようにする。作るのに使った紙や坂道の角度でちょうどいい重さが変わるよ。今回は10円玉4枚でちょうどよかった。ちょっと後ろが重いくらいがベスト。3、2、1。完成。
足の裏にはゴムを貼り付けると滑り止めになってとことか歩きやすくなるよ。こんな感じで切ったゴムを接着剤で接着。よーい、スタート。おお、すごい。おお、滑らなくなっていい感じ。よーい、スタート。おお、すごい。頑張れ頑張れ。それでは今回はここまで。